心に刻みたい人生哲学の話学校に行けない子どもたちからオリンピック選手をはじめとするアスリート企業経営者マネージャー新入社員メンタルサポーターとして20年間にわたり講演研修を行ってきた成田義則が。 今と未来を変える人生哲学の話をお届けします視聴者・リスナーからの人生相談にも答えしますこんにちは早川予平です心に刻みたい人生哲学の話今回もやってまいりました成田さんよろしくお願いしますよろしくお願いします さあ、えー、今日はですね、えー、メインテーマに入る前にたまにはちょっとプチフリートークということでちょっと気になったんですけど、はい、成田さん、今ボールペン使っていただいてるじゃないですか以前僕が使っているのでちょっとあの <laughs> 気に入っていただいて別にそれをアピールするわけじゃないんですけど成田さんやっぱり何かものを考えるときいわゆるスマホでなんかちょっとメモしたりとか、うん、そういうことじゃなくてもう常に手書きですかケースバイケースです。ケケーースススバイででです電車の中ではスマホで、はい メモしたりすることもある、はい。メモしたりすることもありますし、それ以外であれば手書きでメモバーッとしますよねうんうん、うん。それはでも逆に言うと条件さえ整えばやっぱり手書きの方がいいんですか、成田さん的には。ですね、うんはい。手書きが一番やっぱりこうしっくりくる。五感を使って全て、ねはい、潜在意識にインプットするのも手書きが一番いいよっていう,、はい、いうのは、 まさにそうなんですね、うん、手書き五感をすべて使って、うんえー、インプットできますんでねうん、うん、だ手書きの意味もありますよねうん、うん、ただボタンを押して入力するだけではなくてねたまにそれこそ僕もいろんな方インタビューしてきてメモすら取らないっていう人もいるんですよね逆にその本当に大事なことはの、うん、残ったりあとから出てくるとか。 あ,りますけどまあい訳いは別に成田さん結構とにかくメモ取るタイプですかこれって思ったらパッとメモするタイプです、ねうん、そしてそれ見返します意外と見返さないってこともあるじゃないですかそれはケースバイケースですね見返さなくても、うん、パッと書いた瞬間に入っちゃう場合もう見返さなくてももう,、うん、もう記憶がよみがえるというそのために 書くという作業がね一つあるんだと思うんですけどそれはケケーーススバイケースですね、はい、ただまあいつもねこの番組で言ってるようにやっぱり紙に書き出すというのはねもう成功者は紙の上で考えるっていうね紙で書くことによって頭の中の棚卸ができて、はい、またスペースができていいアイデアが浮かぶ、うん、また書く。 またスペースができるのる、ね、工事。そうか、書くとスペースができるってことです、ね。そうなんですよ。うんうん、だって、いちいち覚えておかなきゃいけないっていう必要なくなりますから。確かに、そのストレスだけでね、クリエイティビティ出ないですよね。だから、書くっていうのはもうすごい大事。うん、常にリフレッシュするには、とても、とてもいい作業ですよね。な,はい、なんか、そうですね、書く話までされてましたけど、そのスペースが空くっていうのは、ちょっと初めて聞きましたね。でも、確かに、その通りですね。ね、うん、スペースが空くんですね。うん,う,んうん、うん。 いろんなアイディアがさらに浮かんでくるスペースがちゃんとできてくれる。はい。い書いとけば。脳ってすごいですね。すごいですよ。だから書くものはすごい大事ですよね。はいうんうん、ありがとうございます。なんか、プチトークから結構もうこれだけでテーマになりそうですが、はい、今日はですね、はい、ええー。 上手な感謝の伝え方ということでちょっとテーマでいろいろ話を伺っていきたいんですけどもうん、うん、このテーマのまあ設定の前提としてですね、はい、やっぱり成田さん番組の中で普段からねその感謝って本当に大事だよって今でもね何回もこの中で言われてると思うんですけどその中で、はい、やっぱり僕らもこうスタッフでねこの制作チームでもいろいろ話すんですけど、うん、やっぱり伝え方って難しいよねっていう話が出てきて、うん、特にやっぱりその感謝はしていても それをどうやって伝えたらいいいか分かんないそもそも、うん、まあ僕はベラベラ喋ってますが言葉でね伝えるのが苦手な人もいますしそもそも伝え方ってどうなんだろうっていうところで、うん、まあその辺成田さんに今までね「感謝は本当に大事だよ何か一つ大事なことをあげるとしたら感謝だよ」っていうことで「感謝」ってそういう形でフォーカスしていただいてるんです具体的に伝える、はい、ってなった時にこのポイントって何かあるのかなっていう思ったんですけど。うん、一番のポイントは、はい 心から感謝することです。心から感謝。はい。うん、だから、上辺の感謝って、はい、まあ、ありがとね、はい、もうさらっといきますよね。うん、でも、本当にありがたいと思ってる言葉って、愛人に伝わるんですよ。うん、なので、まず心から、 人に感謝してるかどうかが一つ。もうだって人間って一人じゃ生きていけませんし、人に迷惑かけずに生きてる人なんて誰もいないんですよね。いろんな失敗をして、いろんな過ちを犯して、そしていろんな人に迷惑かけながら、いろんな気づき、そこから成長しながら、いろんな方に支えられて生きてるわけですよね。僕もまさにそうですから。なのでそこに、もう一人じゃ何もできないなっていうね。これを常にやっぱり思ってないと、 感謝がなくなる。感謝がなくなると不平不満が出てくるんですよ。本当ですね。だから不平不満が出てきたら、感謝がなくなった証拠といつも心に戒めてほしいんですけども、あとは常に意識してほしいのは、その感謝の言葉を伝えるというね、これをちょっと自分でトライしてほしいんです。伝える。はい。だから例えば、ただありがとうっていうんじゃなくてですね、何がありがとうか。いつもね、おいしい食事作ってくれてありがとうねって。これ 本当に思ってないと言えないですよ、ね。言えないですね。で、本当にまず思うこと、うん、そしてその出てきた言葉を相手に素直に伝えることをトレーニングするんです。 トレーニングしないとできないですから、うん、逆にトレーニングでできるようになるとなる必ずなる最初は言えなくても、うん、ちょっとずつ思いを伝えるようにすると言えてくるんですよただし自分の思いが明確じゃないと言葉にもならないですよね、うん、な,すよなってもなんか浅い感じ出ちゃいますよねだから感謝が浅いと言葉も浅いんですね感謝が深いと言葉にも伝わってくるわけですよ なのでねもう言ってくれてありがとうねっていう一言でもねはって相手は思うかもしれないけどそれも伝わりますそしてその「何々をありがとう」「何々を」って最初は確かに浅いかもしれないけどでもそれも考えることでそもそも考えてる時点で深まってきますよね適当に言ってるのか本当に考えてるのかっていうことでだからただの「ありがとう」じゃなくて「いつもありがとう」とか何かを付け足す「助かったよありがとう」とか。 とにかくそれでより感謝が相手に伝わってくなってでもそれ思ってないと出てこないんですよだから常に思ってほしいのは本当に自分が感謝してるかどうかそこを大事にしてほしいですね本当に感謝してたら伝わります相手にそしてそれを意識すると言葉が出やすくなりますからそうか今でも最初の心から感謝しているかってねあえてちょっと言い方あれですけどまあ結構普通によく言われるじゃないですか でそこだけ言うと理想,理想だよねみたいな話になっちゃいますけど、うん、今の話してると本当にそうだなと思いつつつまりトレーニングで身につくしでもだからこそ誰しもができるけど意外とほとんどの人ができてないてか意識してないんですよ,ですよね。なんとなく感謝してるんですねうん、うん、なんとなくありがとうなんですね。それをもっとと大切に意識していただくと、うん より明確になってきます。ここが大事だと思いますね。人間って、やっぱり意識が、フォーカスのね、はい、場所が大事じゃないですか。だから感謝にフォーカスをすると、本当に、あ ありがたいいななな、うん、人じゃ何もできないな、うん、みんなのおかげだなっていうのがよりリアルに感じられることがあると思うんですよ。うん、これねまさに紙に書き出すって冒頭の話ありましたけど、はい、トレーニングっていうことであの人によって全く違うと思うんですけど、うん、僕やっぱり成田さんと番組今2年目に入らせていただいてずっとその辺をやっぱり反省日々しながら理想像も含めて朝必ず書いてるんですね、はいはい、でその理想像とともにやっぱり誰々に感謝とかも反省も込めて書いてると、うんうん、それやっぱ湧いてくる 湧いてくるんですけど、うん、やっぱりまだそれを書かずに湧くまでは行ってなくて、うん、な時間かかるなとともに、うん、やっぱりややもすると忙しいじゃないですか毎日、うん、そうするとなんかその書く作業も当然できない時もあったりとか、うん、ってなっていくとやっぱりどんどん不平不満とまでいかなくてもこのサイクルに入っちゃうからこれは自然なことなんでしょうけどやっぱり時間かけてでもそれをやって てる。やり続けることによって少しずつ変わって、まあ、ひいては、まあ、別に、あの、書き続けなくても。いい段階までいかなくてもいいんですけど、まあ、本当はそこまでいけるといいなと思うんですけど、ご自身の経験も含めてど、どう、考えられますか。あの、常に、僕はですね、ありがたいということを、つぶやくようにしてるんですね。うん、つぶやく。はい。うん、朝起きて、はい、今日も一日ありがとうございますって。うん、それは、それはだ、誰にですか。何に。<laughs> <laughs> サムスンググレートかるは僕は宗教家でも何でもないんですが常に今日生きてることって当たり前じゃないんじゃないですかですよね何が起こるか分からない目が見えてありがたい歩けてありがたい喋れてありがたい耳が聞こえてありがたい常に今日一日よろしくお願いしますって今日もね生きててありがとうございますってもう何でもいいからありがたいなありがたいなっていう気持ちを 暇なにつぶやくんですそうすると常に感謝がクローズアップされてくるのでしますねだから僕は時間があるときによく一番最初にね積極自己宣言アファーメーションじゃないですけど自分がこうなるぞっていうものを常に暇さえあればつぶやいてインプットしましょうっていう話をしましたよねもうそれと同時に暇さえあればありがたいなって今日あるのも当たり前じゃないなって。 ありがたしっていわけですから。ありがたいわけですから。要は奇跡の日々なわけですよね。だからありがたいなっていう言葉を常にありがたいというあの漢字をですね、うん、思い出しながら、うん、当たり前じゃないなっていうふうに 思っていただくっていうことがすすごく大事かなと思いますねこれでも人によるんですかね今成田さんがおっしゃった方法がもちろんあの理想的な形しますけどなんか僕なんか現状だともう愚か者なので。あの、うん ベースとしてやっぱり死ぬまでいかなくてもしんどい体験をして、はい、だからそういうのから今生きてられるのは誰のおかげかとか、うん、なんかそのすごい辛かった経験苦しんだ経験がその日を思うと今どれだけ幸せだよなみたいな、うん、だから身の回りにうう感謝みたいに思ってるんですけどそういう考え方も別にありですか、ね、もちろんもちろん,うん、うん、もちろんありですよね。 よよく成功すするってて言われまねある方がこう言ったんですよね一代で成功したければまず死ぬほどの大病をする次に自己破産をするもうお金が一切ないで最後に牢屋に入るこの3つを経験したら多分あなたは一代で大成功しますよって言った人がいるんですねこれどういうことかというと人間って本当に辛い思いをしないと当たり前のありがたさが分からないし前向きになれない。 後ろに崖がもう一歩下がったら落ちるってとこまでいったらもう下がれませんよね。そうですね追い詰められない限り本気にならないんですよ。本気になったら何でもできるのに。そうですね前腹くくるって話いつ本気になるのいつ腹くくるのって話じゃないですか。本気になれば何でもできるんですよ。無限の可能性があるんで。ところがほとんどの人がまあいいか、まあいいやで日々が流れていくわけですよね。はい ですから、それぐらい辛い思いをしないと、あなた追い込まれないでしょってことなんですよ。だったら そんな辛い思いをする前に本気にななっっててほしいってことなんですね、うん、そうですねはいまあそれがこの番組の趣旨でもあるのです、はい、裏ミッションですよねそうなんです、うんうん、始まる前もねあのお話でもちょっとしたんですけどちょっとプライベートな話で恐縮ですけど成田さんとまあねお仕事させていただいて普段メールだったりメッセージやり取りもさせていただくんですけど、はい、なんかこうご一緒した後にね必ず成田さんからどちらかというと僕からあの 先にすすべきなんですけど恐るべき速さでですね成田さんから「今日もありがとうね」とかそういうメッセージいただいたり、まあ、たまに電話でもいただくことあるんですけどそれこそ。うん これポジティブにっていただきたいんですけど、はい、なんか特別なその言葉だけを取るとすごい特別な言葉を使ってるわけじゃないじゃないですかですけど本当に伝わるんですよ、うん、だから今日のこのテーマそのものなんですけど心から感謝とかもの、うん、より思いだよって言葉だけを言うとなんかそれは理想だよとか言うかもしれないですけど、うん、やっぱり別にスピーチュアルな話するつもりは全然ないんですけど、うん、なんでしょうやっぱりそういう心からって伝わるのかなって伝わりますよね。うん やっぱり思いは絶対意心伝心で伝わっていくので、うん、だ本気で思うことですよね。やっぱ本気ですね、は。で、相手に条件求めないことです。条件はい。うん、要は自分がそうありたいからやってるだけで。あ<ー>だから、はい、例えば、えー、年賀状もらったから返すとか。はいはい 送ったのに返さないからなんだよ、アイスとかね。これって条件付けじゃないですか。その時点でそうですね。感謝じゃないです。無条件なんですよ。要は自分が本当にありがたいって感謝したいからしてるだけで。相手に感謝されようがされまいが、自分がしたいからしてるだけなんですね。だからこれでいいと思うんですよ。そこですね。よくね、無条件の愛ってよく言いますけれども、条件なしで自分が常にどうありたいか。だから相手がね、 分かってくれない限りこっちはやらない。うん、これがあなたの理想像なのか、はい、相手が分かってくれようがくれまいが、うん、自分は誠意を尽くすっていうのがあなたの理想なのかですよね。はいはい、そこ常にやっぱりだから結局理想像にいっちゃうんですけどいかにだから理想像が大事かっていうことをお伝えしたいんですが、ねはい、そんな形で常に本気でありがたいなと思ってればそれも伝わるんですよ。アクションに出ちゃうんで。はい これ、まあ、ちなみに最後逆説的なんですけどちょっと質問ですけど逆に言うと僕なんか本当に恩知らず心沸かずタイプなので、まあ、今1年以上こういうことやっててもまだ全然完璧にできないんですけど、うん、でも極端に言えば最初は沸かなくても、うん、今日成田さんがおっしゃってくださったトレーニング、うん、ありきでまず始めてちゃんとそれを継続していくことで後から気持ちがやっぱり入ってくるっていうのはありますか いやそれはありますよね、うんうん、常にだからどこにフォーカスをするかで、うん、自分の気持ちの深さが変わってくる、うんうん、最初は浅くていいんですよやっぱ最初、は最初から深くはならないですから。なったらトレーニングする必要ないですもんね。そうです、うん、要は最初、意識して、感謝って何なんだろうなって、本当の感謝って何なんだろうなって、意識するだけでいいんです、だん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 、あ、はい、こういうことかな、ああいうことかなって分かってきたら、深さが出てきますね。うんはい それででいいと思うんですようん、うん、伝わりますからねとにかく心からってねいやもう必ず伝わると思いますねてか伝わらなくてもいいんですあそもそもそっかそねそもそも自分が思って、うん、思いをただもう自分がこう伝えたい相手に伝えたいから伝えてるだけで、うん、結局伝わらなくても自分の思いがきちっと発信できたらねそれでいいんじゃないですかね感謝ってそうですねなんか結局感謝ででもうその時点で プレゼントもそうでしたけどただしですよ言葉にしないとだめってことです。でしたね、そこがありまして僕、最初の方うにフォーカスしすぎましたけど思ってるだけでは絶対伝わらないさすがにテレパシーでもない限りねよく親が子供は私が1000%愛してることは相手は分かってるはずだってよく言いますけど言葉にしないと。確かに 分からないんですよで,、ね、んです親子兄弟もねだからいつもお姉ちゃんばっかりとか、はい、いつも妹ばっかりとか、うんね、例えばお父さんいつも仕事ばっかり、うん、いや子供たちの家族のために一生懸命働いてるんだけど。うんはい もういつも仕事ばっかりで家族のこと考えてくれてないとかって言ったりしますよね、それは言葉が足りないからです、うん。近い存在こそかもしれないですね。まさにどうせ分かってんだろうみたいになっちゃいますもんね。だから思いは言葉にしなきゃだめってことは大前提です。そうですね、本気で思ってても言葉にしないと伝わりませんからね。さすがにね、なんか念だけで遅れるわけじゃないですからね。はいはい、そこはもう注意していただいて、はいはい、本気で思って言葉にまで出していただくってことを。はい お願いして。そこで完結、ね、完成ですね。パッケージですね。そうです。ですはい。もう世の中で一番大事なのは人間関係って言いますよね。はい、親子関係、はい、友人関係、会社の関係も全てをひっくるめてね。うんうん、人生の80%は人間関係の良し悪しで決まるって言われてるんですよ。うん。うんうん、あとの20%はお金とか病気、健康。そうですね。まあいろんな状況があると思いますが。うんはいはい ほとんどが実は人間関係、ね。確かに8割でしょうね。なんですよね。じゃあ人間関係を良くするために一番大事なのは何、うん、一つ選べって言われたら、はい、もう感謝の気持ちしかないんですよね。だってもし感謝して、自分とね、出会ったことを感謝してくれてる人が目の前にいたら、嬉しくないですか、うんうん、いや、嬉しいですし、<laughs> もうなんか、 頑張ってあげるっていうちょっと上からメッセージ頑張りたくなりますよねその人のためにやっぱ相手をより大事に思いますよねそういうことだと思いますねなるほどね、はい、いやなんかめちゃめちゃ深いのでちょっとこれもう改めて今日何度でもこれ後であので聞き直します約束ではい、はい、ありがとうございます、はい、さあ、えー、番組では引き続き成田さんへのご質問ご感想を募集しております、はい、え詳しくは概要欄をご覧ください、えー、ということで今日も成田さんありがとうございましたありがとうございました